これを乗算レイヤーにして考えられる要因としましては、線画が太すぎるのかもしれないし、あと色トレースが弱めっていうのもあるかもしれません。この線画は物の輪郭とかを太く描いて、内側の部分を細くするとなんかいい感じの立体感が出ます。赤く囲った部分が太い輪郭の部分で、青く囲った部分が内側の細い部分です。色トレースもこの青い部分はすごい強めに描けてます。青い部分はもっと明度の高い色を色トレースで使ったりすると馴染むんじゃないかなと思いますね。あと動画で紹介した線主線も主線塗り末にも一本でできる生き物ブラシは、筆圧によってアンチエイリアス、硬さが変わるペンなので、ずっと強く描いてたら硬い線画になるかもしれないです。透明度が低くてカチカチの線になってしまっているのかもしれないので、適度に力抜いたら柔らかい線になる難しい筆なので、強さ、どういう強さで描いたらどういう柔らかさで出るのかっていうのを見ながら線が引いたらいいんじゃないかなと思います。この線が参考にしてみて、色トレスを工夫していただけたら解決しないでしょうか。しなかったらまた苦情のマシュマロ苦情のマシュマロは嫌だまたマシュマロでちょっと違いますっていうご意見いただけたらまた考えます。